大谷さん、おさわりされて感じてしまう。敏感やね。ふーん、エッチじゃん。反応がエッチなんだよな。太もも触ってくるやつって大体ホモだよな。満面の笑みで草。あんやないで。イチャイチャしやがって。これ半分ペッチングやろ。なあ丸太小屋行こうや。腰の炎が燃える音がする。羽生結弦と大谷翔平は外国人にも人気あるらしいけどわかる気がする。ぶっちゃけ羽生と大谷ってちょっと似てるわ。体型がガリかマッチョかの違いがでかいけど、丸太小屋住人的にはこれはええんか。学校に育成されてて草。